ここでは代表的な辺境生物であるチューブワームが登場します。深海にいる動物ですが、とにかく不思議な生き物なんです。長沼先生は植物的な動物という表現もされています。どんな生き物なんでしょう。また、それから何がわかるのでしょうか。はい、では第2章では、え僕が辺境、特に深海で出会った、 奇妙な生物についてご紹介しましょうねまず僕が言った辺境からちょっと見ていきましょうか僕はいろいろな辺境に行ってきました例えば最近では砂漠に行ってきましたね僕は宇宙飛行士の試験に落ちてもう宇宙に行けませんその代わり地球の表面を這い回ることにしました例えば南米チリのアタカマ砂漠この砂漠は過去何万年も ほとんど雨が降ってないという地球の上では最も乾燥した場所になっていますアメリカ NASA の宇宙生物学に関するいろいろな実験も実はここで行われているんですねアタカマ砂漠と同様にやはり有名な砂漠としてはサハラ砂漠がありますね僕はここにも行ってきましたサハラ砂漠こういった砂の海ですけども ところどころに本当の海の海残骸があるんですよこれはもともと海だった場所が干上がって潮が大量に噴き出して積もっている場所円湖って言いますこの広い塩湖にもいろいろな微生物、ね、生物の中でも微生物という特に目に見えないような小さなものがたくさん住んでるんですね。これもまた辺境のの住人の一つです 円弧とこれ、似てますね。真っ白な世界、南極の氷床というものです。氷床というのは氷河のうんと大きなものというふうに考えて結構です。南極、日本の面積の37倍の広がりがある。そのうち97%は氷に覆われています。その氷の厚さは平均して2 0 0 0ル。巨大な氷の塊ですね。 実はこの氷の中にも微生物が潜んでますそして氷の下にもいるんですこういったところもまた辺境なんですね南極の氷床がありましたそして僕は南極の氷河の地域にも行ってきましたこれはスペインの南極観測隊のキャンプですえ僕はここでお世話になって南極の氷の中あるいは 雪の中に住んでいる微生物を調べてきましたし今度はそのちょっと上ですね上っていうのは北側ですけども、えー、南米パタゴニアの氷河に行ってみたり反対側北極の氷河にも行ってくるこうして地球上のいろんな場所の大きな氷の塊の中に住んでいる微生物を調べているところです北極にいたついでに、えー 世界最北の温泉ってもんがあったんで、ちょっと入ってきました。この温泉、この温泉は温度低いですけども、世界中には温度がとても高い温泉っていうか熱泉ですね。そういったもんがありますが、そういった熱泉にも微生物は住んでます。これもまた偏境と言っていいでしょうね。さあ、偏境の中でも、えー、特にこの章では深海底のお話を。 深く説明しましょう僕は深海潜水調査船というもので深海生物の調査もやっています日本には深海2000というものが動いてましたこれは今では引退してしまってますけども現在では深海6500というものが後をついていますそれぞれ水深2 0 0 0ルあるいは 6500メートルという深い海、すなわち深海を調査することができる船です。これに乗って深海生物を調べてきましたけれども、いろいろ不思議な深海生物がいる中で、特に不思議なものがこれでした。チューブワームというものです。このチューブワームというもの、僕は非常にびっくりしました。その生き様、あるいは生命のありようというものを、 これは驚くべきものでしたのでこのチューブワームという不思議な深海生物について深く見ていきましょうねまずチューブワームが住んでいる場所これはあの今では色々知られてますけどもやはり代表的な場所というのは海底火山の周りです海底火山というものが一つのキーワードになってきますさあこのチューブワームというもの これがどういうふうに不思議かというとこの生き物まず消化器官がない口も肛門もない胃腸もないこれではものを食べることができませんね僕たちは普通ものを食べる生き物を動物と呼んでますものを食べない生き物は植物と呼んでますこのチューブワームものを食べません。しかしかこのチューブアーブム 学問的には劣気とした動物です優種動物物羽織虫甲というグループに分類される劣れ気とした動物なんですけどもものを食べませんでも動物であるからにはどっからか栄養を取らなければなりませんねその栄養はどっから取るんでしょうかそれは栄養は体内に住んでいる共生微生物というもの やはり微生物ですけどもそこから栄養をもらっていますいかにしてそれもまた秘密は海底火山というキーワードにあります